ロクブリュヌイコールカップイコールマルタンは、フランス、プロバンスアルプコートダジュール地域圏、アルプマリティム圏のコミューン。モナコに近接する住宅地であり、リゾート地として知られる。アジュル山の占める山がちな建国の中、標高225メートルにあるロクブリュヌイコールカップイコールマルタン城を囲む高い位置にコミューンはある。 1917年に描かれたカップマルタンのホテルのポスター、ロクブリュヌイコールカップイコールマルタンの歴史は、バンティミー・ユハク・コンラット一世が自身の領土の西境を守るのに抵抗し、城塞を建設した970年に遡る。西境はユリア・ウグスタ街道へ通じていた。この時代にはロッカブルナと呼ばれていた。ロクブリュヌイコールカップイコールマルタンは村全体が 要塞から構成されていた。1355年、ロクブリヌとマントンをグリマルディ家が購入し、その後約5世紀にわたって支配した。その間にも、城塞の重要性は増していった。1793年、ロクブリヌはフランス領となり、1814年に再びモナコ領となった。1848年、サルデーニャ王国の保護下に置かれたマントンとに、 ロクブリヌは自由都市となった。イタリア再統一の協力に感謝し、イタリア王、ビットーリオイマヌエーレ2世はフランスへニース伯領を割上した。その後1860年に行われた国民投票で住民はフランス市民となることを選択した。1861年、ナポレオン賛成政府はロクブリヌとマントンに対する権利を保留したモナコに、 対してその見返りとして400万フラン金貨を支払った。ナポレオン・ボナパルトによって計画されたロクブリヌ内を横断する海岸よりの道路の建設は1804年に実現され、コミューン経済がフレンチリビエラの他コミューンと一体化されるのに貢献した。境界のあるマルタン岬はわずかな人口しかなかったが11世紀以降領主の治める 資料であった。コミューンの名がロクブリヌイコールカップイコールマルタンと解明されたのはバール県のコミューンであるロクブリヌシュラルジャンと区別するためであった。住民の一部はマントン語のロクブリヌ方言を話す。ありがとうございます。